まだちょっと言い足りてないことがあるので補足として、やっぱりね、あの石破さんも、まあ、ある意味じゃ芸術家というかアーティストなんで、はい、まあ、そういったものづくりとかその辺もちょっとこだわりたいんじゃないですか、はい、やっぱりあの起業家支援っていうのもやりたいですし、そのものづくり応援したいです。特にものを作るというのはなかなかお金にならないです。ハンドメイドとかそういう部分ですね、ハンドメイドだけじゃなくてもやはり部品だとかそういうものづくり全般ですね、結構安く済んでしまうところが多いんですよ。じゃなくてやはり質を上げて、しかもそれを八千代市独特に売り出すということも考えていきたいと思ってます。すべてのことって言ったら変ですけども、大体のことはつながってると思うんですよね。私はそういう空き家対策、そこにどういうふうになっていくかわからないですけども、自分の夢としてはそこにアーティストの街じゃないですけど塊、こうしあの集落を作る、集落を作りたいですね、うん、本当にものづくりをそこを観光地化したいです。あ、こういうものを作ってんだ、じゃあこういうところであのワークショップもできるんだっていうのをいろいろ体験してもらえる八千代市をものづくりの街にもしたいです。